日本近畿地方大阪府大阪市北区北新地北。新地は大阪府大阪市北区の歓楽街。また、本項目では、北区の町名である、曽根崎新地についても述べる。現行行政地名は、曽根崎新地一丁目及び曽根崎新地二丁目。大阪北を代表する歓楽街で、東京の銀座と並ぶ高級飲食店街でもある。 大阪駅前のダイヤモンド地区に南接して東西に細長く広がっている。ラウンジ、高級クラブ、料亭、バーなどを中心とした料印店が集中している地域で、風俗店やパチンコ店は皆無である。おおむね四つ橋筋低み道筋間において、曽根崎通以南の曽根崎新地一丁目、道島一丁目、道島浜一丁目に展開する。通りがやや曲がっているのは、 かつて存在した曽根崎川に沿って町が形成されたためで新地本通り道島上通り間の外区を整流していた。なお、この川跡を含む外区を境にして南北方向の街路にずれが生じているため移動にビル間の路地やビルの中の通路を使うことも多い。1982年に南の南波新地一番町六番町が 南場の現行町名に解消されて以降、大阪市で、新地とつく町名は、曽根崎新地だけとなっており、単に、新地と呼ばれる場合が増えた。ちなみに、1982年は、曽根崎新地一町名が、大阪で、最も地価が高い場所となった年でもある。曽根崎新地文章1685年に、開始された。 川村税賢による道島川、曽根崎川の改修に伴って、道島で新地開発が行われ、1688年に道島新地が誕生した。道島新地は、大阪城下の北端、または船場の北に位置することから、北の有利と呼ばれた。1697年には、それまで、豪商淀屋の邸宅前、 淀屋橋南詰の路上で開かれていた、米市が、同島新地で開かれるようになった。西成郡曽根崎村領内となる曽根崎川の北岸でも新地開発が行われ、1708年に、曽根崎新地が誕生し、大阪三里に編入された。一方、同島新地は、秋舞の場へと変わり始め、1730年に、 道島米会所が開設される頃には、有利のほとんどが、曽根崎新地へ移転した。以降、曽根崎新地は、北の有利、北の色里、北の新地と呼ばれ、米将らの遊興場所として繁栄した。近松門左衛門の、新獣天門島に登場する小春は、曽根崎新地の遊女である。また、諸藩の倉屋敷が立ち並ぶ中野島。 道島から近いこともあって、大阪では、珍しい武家の来客も多く、もっぱら町州で賑わった南の南千語加外とは、当時から性格をことにする町であった。1909年に、天満の空新町から、福島付近にまで燃え広がった北の大火によって、全焼。大量に出た瓦礫で、曽根崎川の道島掘り割りより、上流側の区間が埋め立てられた。 おつおんな坂ピルマの北、新地大阪府大阪市北区曽根崎新地一丁目、道島一丁目、道島浜一丁目最寄り駅は JR 東西線北、新地駅と大阪メトロ四つ橋線西梅田駅であるが、飲食街の利用者の多くがタクシーを利用する。そのため、高級クラブが開店する20時前後は、エリア内がタクシーで溢れ返ることが多い。 なお、22時から1時まで、上記の道路に囲まれた内側への自動車の乗り入れが禁止され、周囲の道路も駐停車が禁止される。北から、純高級クラブ、ラウンジ、スナック、バー、少料理屋が中心であり、庶民性は一部のチェーン展開な飲食店を除いて、ほとんどなく、接待需要や著名人需要などに支えられていると言える。なお、 北新地でいうラウンジとは独特かつ明確な定義があるものであり、クラブとスナックの中間のサービスを中級料金で提供する業種を指す。北新地以外の歓楽街ではラウンジの定義がかなり曖昧である。バブル崩壊、デフレ、リーマンショックなどを経て、2010年現在ではガールズバー、ポールダンスバー、1時間2000円飲み放題、 歌い放題のカラオケラウンジ、新世界の串カツ店など、カジュアルな店舗も進出している。地域の業種が変化するにつれ、ガールズバーなどの客引き行為やスカウトが増加したため、大阪市は、北新地一帯を2018年11月より、大阪市、客引き行為等の適正化に関する条例に基づく、重点地区に指定。客引き行為などに対して、対抗措置を打ち出した。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。帰宅内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で学校選択が可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。